竹下盛雄は、日本の法学者、弁護士。遺械は、正四位。君党は、随法、重光明。学位は、法学博士。一橋大学名誉教授、日本学士院会員。立教大学法学部教授。一橋大学法学部教授。一橋大学法学部学部長。駿河台大,大学法学部教授。安倍、井野久保、片山法律事務所顧問。 駿河台大学学長、学校法人駿河台大学総長などを歴任した。1932年5月18日生まれの民事、手続き法学者、弁護士である。立教大学法学部の教授を経て、一橋大学法学部の学部長、駿河台大学を設置、運営する、学校法人の総長などを歴任し、日本学士委員会員に選任された。また、 日本民事訴訟法学会理事長、法務省特別顧問、法務省法制審議会会長、内閣法制局参与、法務省検察官適格審査会会長などを、兼任した。一橋大学から、名誉教授の称号を送られている。2019年10月2日に死去。東京府江原郡生まれ。立教大学法学部教授等を経て、一橋大学法学部教授。 駿河台大学教授、第四代学長及び、学校法人駿河台大学、第二代総長を歴任。指導学生に、上原俊夫、春日一郎、野村秀俊、阿賀妻学部、川島志郎、佐野博士等がいる。元日本弁護士連合会副会長の淵上玲子、なども、竹下ゼミ出身。カンボジア法整備支援民事訴訟法作業部会の、 部会長を務め、委員を務めた、上原敏夫一橋大学教授、春賀一郎関西大教授、大村正彦中央大教授、松下純一東京大学教授、三木光一慶應義塾大学教授、柳田高造横浜地方裁判所判事、山本和彦一橋大学教授、坂本三郎法務省民事局付け検事らと共に、カンボジア王国民事訴訟総案を策定した。 2002年カンボジア王国友好勲章受章。1984年から1988年まで日本学術会議民事法学連絡委員。1990年から1992年まで日本民事訴訟法学会理事長。1993年アレクサンダー・フォン・フンボルト財団研究所を受章。2009年反応紙から表彰。2010年随法。 茂光明受賞。2019年10月2日。肺炎のため死去。87歳ボー信のぶせに。ありがとうございます。